昨年の10月28日に行われた第23回東京都中学校新人柔道大会女子個人戦40キロ級の部で、江東区東洋中学校の当時2年生だった寺田夏実さんが見事準優勝という好成績を収めました。番組ではこの4月から3年生に進級したばかりの寺田さんにお話を伺いました。なんか最初自分的に初めて出た階級だったから準優勝できると思ってなくて、でもなんかできてちょっとびっくりしたけど、やっぱり嬉しかったです。東洋中の柔道部は男女合わせて11名、平日の放課後は2時間、土曜日は4時間程度の練習をしています。やっぱ柔道って危ないスポーツだから、いっぱい受け身とかちゃんとやって怪我しないことを気をつけてやってます。柔道歴およそ5年という寺田さんの得意技は背負い投げと小内刈り。小柄な体から次々と鋭い技を繰り出します。なんかやっぱり試合の時とかに技が決まったりすると嬉しいし、なんかスカッてして、なんか爽快感っていうか、なんか楽しい、その技が決まるとやっぱり楽しいなと思います。将来は中学校か高校の教師になりたいという寺田さん。普通の中学生の女の子らしい一面も。池袋とか近所じゃないけど、ララポとか、あとアリオとか適当に話したりとかしたり。頭が良くて、男女からも好かれてて、すごい優しい人です。リリシーです。リリシー、はい、かっこいいです。都大会優勝、一応は行きたいなと思って。